公営テクモホールディングス公営テクモゲームス株式会社公営テクモゲームスは公営テクモホールディングス参加のパソコン及び家庭用ゲーム機用のゲームソフトオンラインゲームモバイルコンテンツの企画開発を統括しパブリッシャー機能ゲームソフト開発における共通機能及び関連書籍の出版事業を担当する企業開発し会社を中華人民共和国 シンガポール、ベトナムに置く。2010年4月1日に株式、会社公営とテクモ株式会社が合併して誕生した。合併に先立ち、ゲームソフト開発、コンテンツ運営を担当する子会社として、公営、テクモより株式会社、公営、テクモ株式会社がそれぞれ新設された。2011年4月1日に公営、テクモを九州合併し、 分離していた開発機能を統合した。2014年8月26日、戦国無双シリーズの一部の作品において採用されているシステムがカプコンのゲームソフトの特許権を侵害しているとしてカプコンが公営テクモゲームスに対し訴訟を提起。2014年10月1日、子会社である株式会社ガストを吸収合併しガスト 長野開発部を設立。2016年放送の大河ドラマ、真田丸の劇中の背景や、大名の勢力図などに使用する CG 技術を、公営テクモゲームスが提供、監修を行う。同年4月1日、ソフトウェア事業部、ネットワーク事業部、メディア事業部をエンターテイメント事業部として統合し、渋沢公、オメガ、フォース、チーム忍者、ガスト、 ルビーパーティーの5つのブランドグループを設立。2017年4月1日、スマートフォン向けゲームブランド、ミダスを設立。同年12月14日、大阪地方裁判所は、戦国無双シリーズにおける特許権侵害訴訟において、カプコンの訴えを退ける判決を下した。2018年3月30日、知的財産高等裁判所は、カプコンに対して、 公営テクモゲームスが起こした特許無効審判請求において公営テクモゲームスの訴えを知りける判決を下した。2020年3月公営テクモホールディングスの現本社がある横浜市港北区三ノ輪町より同市西区港未来の KTE ビル内に本社を移転した。2016年10月横浜港未来地区に新たに建設する。 複合ビル内に本社を移転する計画が発表された。その後、同ビルの名称は、KT ビルとなり、2020年1月に竣工同年3月に、本社の移転が実施された。また、低層部には、ライブハウス型ホール、KTZEP 横浜も併設、ZEP ホールネットワークと、業務提携を行い、 当社のエンターテインメント事業でのノウハウを生かし、共同展開していく方針である。この本社移転については、経営統合から10年の節目であること、グループの中枢が日吉駅周辺の複数のビルに分散されていること、新しい事業へのチャレンジ等複数の要因が重なっている。特に中枢機能の集約については、 将来的に親会社である公営テクモホールディングスの移転も視野に入れているとされる。横浜市港北区の旧本社ビル中庭に,にはタイルで描かれた織田信長の顔、応接室は原平合戦をイメージしたデザインとするなど、歴史ゲームに関連した装飾が施されている。また廊下には絵画が飾られているが、これはホールディングス代表取締役会長のエリカは 稽古が美大出身であるためだという。旧本社ビルから線路を挟んだ向かいには、長井和正の手による太陽のイラストが描かれた、通称、ジェミニビルが建てられている。日吉駅周辺にはこの他に、旧、公営が、かつて本社として使用していたビルが二棟あり、会社規模の拡大に伴い各ビルに分散させていた、開発機能の集約外転の大きな目的とされた。 ありがとうございます。